ドイツへの天然ガスパイプラインの破壊はおととしの2021年にバイデン大統領が計画を指示2022年6月に設置9月26日にノルウェーの偵察機がオンパタ探知機の部位を投下その後部位から放たれる低周波数により起動破壊したと内部告発から始まった伝説のジャーナリストハーシュさんによるスクープで大騒ぎになっているものの 主要メディアはその内容を意図的に抑えていると論ポール元下院議員。ノルドストリームの破壊についてマイクリー上院議員は唯一、米国がやったという指摘をすぐに否定できない。これは困ったものだとスクープに頭を抱えています。今回はノルドストリームパイプラインのすっぱ抜き、内部告発について。クレディスイスの顧客資金の流出、取り付け騒ぎと日銀について。 ニッケルを買っったたたたははいいいものの、届いたのはただの届だだ石件。アフリカは南スーダンが米ドルの流通を止めたことなどなどお送りしていきたいと思います。前回の動画に引き続きカナダ上空で3つ目をアメリカ空軍が撃墜していてそれに対しての反応なのかハワイ上空では中国の衛星から謎のグリーンライトが降り注ぎ地政学的な騒ぎが起こっている中ご存知の通りパイプライン事件は アメリカが一昨年の2021年から計画していたと暴露のスクープ。数々のスクープをものにしてピュリッツァー賞を受賞した伝説のジャーナリストシーモア・ハーシュさんはニューヨーク・タイムズ紙の特別記者を務め上げた人物で。 昨年9月のバルト海でのパイプラインの破壊は、アメリカ海軍のダイバーがバイデン大統領の命令を受けて仕掛けたもので、海軍が NATO の海上での軍事演習、いわゆるバルチック作戦22と言われるバルトップス22を隠れみのにして、パイプラインに装着。その後、遠隔操作で起動したと、この作戦を行った内部告発者の告発をもとに発表。その後すぐに国防総省は否定しています。もちろんホワイトハウスも全否定。 アメリカはフロリダ州の深海潜水士を養成する海軍のダイビング救助センターここのダイバーをリクルートして海に潜って仕掛けましたなぜかというと一昨年潜水艦の使用や飛行機からのミサイルなどさまざまな選択肢を議論した中で議会には漏れない作戦でなければならなかったからとなります だから議会に報告義務のないフロリダの潜水救助センターのプロの深海潜水士たちが動員され設置そして正式に米軍の支援を受けた国家の安全保障上議会に報告する法的義務がない作戦になったと説明されていますその思惑通り議会は知らないとマイク・リー上院議員目的はロシアにとって天然ガスの供給源としての兵器化安い天然ガスに頼るドイツにとって ロロシシアアとととの関係をを断ちち切れなくななくることすなわちドイツとロシアが手を組んでしまうこととを危惧したと取れますそして昨年2022年2月7日バイデン大統領はドイツのショルツ首相にロシアがウクライナに侵攻すればノルドストリーム2はもはや存在しないことになると伝えこれを前に同じメッセージをその20日前にアメリカの時間によっても伝えられてもいました。 次にアフリカの南スーダン政府が最近、米ドルの国内の流通を放棄して、ドルの代わりに全ての取引を現地通貨の南スーダンポンドで行うように指示したことについて。 南スーダン米ドルを放棄し自国通貨に転換という記事から南スーダンではハイパーインフレと現地通貨の乱高下のため日々の生活において米ドルで決済されていましたがスーダンの中央銀行はドルの使用を禁止し全ての商業契約を現地通貨で締結するように指示しました。 南スーダンの情報大臣は国内の全ての取引は我々の通貨で行わなければならないという中央銀行からの明確な指示と通達しましたしかしながらこの動きは輸入業者はもちろんのことホテルレストラン旅行ツアー業者地方銀行の業務に大きな打撃を与えてしまいハイパーインフレと政常不安に悩まされるその経済の中で生き残るために苦闘中でしてなぜ庶民が困っているのか それは2020年にやっと終結した7年間に及んだ内戦です。紛争の影響を受けて石油生産ができずにいて経済を崩壊させてしまいました。南スーダンは東アフリカ地域の主要な石油生産国ですが、国内経済が石油にほぼ完全に依存しているため、この資源なしでは食べていけません。 しかし、一日あたり17万バレルの生産のうち、同国の懐に入るのは一日5万バレル分の価値のみ、5万バレル以上の残りの12万バレルは、前払い金や契約上の支払い義務に消えてしまいます。これは内戦のつけ、大きな国々、大国から武器の購入の残高もあると思いますが、 大きいのは石油会社に支払う手数料などの支払い義務石油を掘削するための機器の支払いなどに消えていきますこのままでは資源を吸い取られる一方です次にシンガポールのトラフィグラグループは購入したニッケルが偽物で届いた貨物はただの石の塊でニッケルはゼロ5億ドル650億円以上の損失が発生してしまいました 業者さんに限られるかもしれませんがニッケルを購入した時は気をつけた方が良さそうです近頃コモディティの業界はこのような不正行為に見舞われていますこの商品取引中に起こっている金属の紛失問題は高価な金属であるにもかかわらず貨物の出荷と保管の裏付けは書類手続きに依存しているということに遡ってしまいます 問題はこの書類ただの紙の記録は簡単に偽造できるということにつきます8月には中国で銅の取引業者が担保としていた約5億ドル相当のその銅を保有していなかったことまたその2ヶ月前の6月にはアルミニウムが行方不明になってしまうという事件もありました大量の商品取引の中 しかも利益が薄く、コストを避けないことから詐欺の標的になりやすい現状。これからはコモディティサプライチェーンの業務見直し、デジタル化など待ったなしの状況となっています。そしてそしてクレディスイスは預金の流出が続いていて、表現的には顧客資金の流出としていますが、取り付け騒ぎレベルの話ではなくなってきています。株価は2022年後半に期待外れの決算報告と規制問題で暴落。 スイスの銀行は第4四半期に予想を上回る損失を出してしまい過去最高水準の顧客の流出も発生したため株価は12%下落荒れた年明けになっています。 同行は連続で13億9万スイスイフラン約15億ドルの損失を計上し売上高は予想を下回る30億6000万スイスフランのみでした2022年10月の取り付け騒動で当時1.8兆円が流出したことに続き顧客資金の流出は第一四半期に過去最高の1,105億スイスフラン約17兆7,000億円を記録 桁ががつ上がってしまい、これはまずいんです。何が問題かと言いますと世界で29校しか指定されていないグローバルシステム上重要な銀行という g シブズは他の28校の銀行と総合接続されておりそこで詰まってしまうと世界の金融システムを崩壊させる可能性があるからとなります。 最後に日本銀行の次期総裁人事にまつわる驚きの展開について一言。以前推測していた生え抜きの両名ではなく、上田教授に決まったことはご存知の通りとなります。噂では断られて上田教授にお鉢が回ってきたとされていますが、なぜ誇示したのか 推測するに金融緩和路線からの変更を受け入れることができなかったのではと思っていて政権は金融引き締め路線に同意する総裁を探していたというところで歴史上初めての経済学者アメリカ FRB のバーナンキ元議長の同級生でもあってその起用となったのではないでしょうかこの記事では市場はイールドカーブコントロールを含む金融緩和政策を維持するかで言えば 予想されていた人事に比べれば金融引き締めの方によっているということで円高になったとしています。以上今回はパイプラインのスクープ金融の情勢についてでした。時政学的にも世界の金融の環境的にも少しの備えは必要になってきていますが想定されていれば何も恐れる必要はないということで。 内容的にはプラットフォームのおすすめにも上がりにくいような動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。